こんにちは、中川大輔です。稲子太郎です。はい、今日はここゴールドジムに体を鍛えにやってきました。僕もね、普段キックボクシングだったり体を鍛えたりしてるんですけど、稲子君も。僕も高校で陸上部に所属しているので、バッチリです。バッチリ。でもさらにね、上を目指そうということで、今日はなんと特別な先生に。誰だと思いますか？この T シャツには、はい、関係があるのかな。これねワールドプロレスリングって書いてどうだろう、わかんない。関係あるかもしれないし、関係ないかも。ただ着せられてるだけかもしれない。早速ね、あっちの部屋にいらっしゃるので、はい、行きたいと思います。はい。失礼します。失礼します。神々しい。棚橋さん。よろしくお願いします。今日は新日本プロレスの道場で実際行われているトレーニングをお二人にやってもらいます。できるかな、そのボディの方がやってらっしゃるトレーニングですもんね。そう絶対、まあでもちょっとね、はい、様子を見ながらやってもらいます。はい、全力で。おい、よろしくお願いします。よし、お願いします。お願いします。いや、このボディを目の当たりにして一気になくなりましたね。見たことないパーツ触らせてほしいです。マスクがすごいですね。そうこれすごいでしょ、はい、棚橋の腹筋をデザインしてます。腹筋が2箇所あるっていうおかしな状態だったんですけど。すごいマスク。海外のね、モデルさんとよく見ると肩幅があったりとか、夏場シャツ着た時にね、こうちょっと大胸筋が張ってたりとかすると僕はかっこいいなと思うので、よりね、筋肉をつけることによって、洋服がね似合うからになると思うので、今日ちょっとねしっかり基礎をね学んで帰ってもらいたいなと。よし、じゃあまずは腕立て伏せ。はい、なんだけど、ね、これを新日本プロレス流にやると、ライオンプッシュアップといって、ライオンプッシュアップ、まあ、ちょっと一回お手本見せようかな。あ、ありがとうございます。この腕立て伏せはね、はい、こういうやつなんだけど、オーソドックス、はい、オーソドックスは、はい、これ上半身下半身同時に鍛える、肩の強い男性も鍛えるっていう、一回下がって肘をギリギリ下げて前に出て天井引き、これで背中のでブリッジに向けての柔軟性を養って、柔軟性って、そうですね。にこれそっっていう感じで、新日本プロレスでは何回やるんですか？新日本プロレスはこれを30回5セットの日もあるし、最初だからな。じゃあちょっと厳しめに20、はい、20で、はい、肘をゆっくり下げながら前に出ます。で、一気に天井を見る。よっし、行こう、このままいこう。はい、下げる、前出る、2、戻す、もっとテンポよくでいいよ、3、3、3、はい、戻す、4、4、4、戻す、10、10、10、はい、あと10回、はい、1、1、1、1、はい、4、4、4、戻す、頑張って、はい、5、5、5、戻す、あと5回、はい、9、9、9、戻す、はい、ラスト10、10、10、10、はい、OK。 よし、これをあと4セット。あ、何ですか？20回セットでもこんなきついっすね。いきなりこのライオン式のプッシュアップをやってみてって言って20回できるってすごいことなんですよ。ただ明日あたりね、かなりこういろんなところにね筋肉痛が来るんじゃないかなって、ね、上半身の種目はこれ、はい、次行こうか、はい、次は下半身ですね、はい、で、みんなが知ってるようにこうスクワットっていうのがあるんだけど、これだとやっぱりこう時間もかかるんで、これをねギュッと短時間でやるために、はい、ジャンピングスクワット、肩幅に開く、はい、で足1個分前に飛ぶ、前に飛んで
しゃがむ、しっかり太ももに効かせて同じ位置に戻る、はい、1、2、3、4、5っていう感じ。新日本プロレスでは、これ毎回このミニ情報入るから、新日本プロレスでは大体56セット300回、ね、トータルで300になるようにやるんだけど、今日は最初から20で様子を見ようかな。よし、よーい、始まる。ポイントとしてはリズムが大事なので、下げた時に大きく手を振る、で戻す。やっぱりこう何の種目でもかっこよくかけてやらないと、いいトレーニングしてるなっていう印象にならないんで、かっこよく9入らそう、10OK、うん、全然違う、違います、この息の上がりをね、うんうん、いや本当にね、やっぱりスクワットっていうのはなかなかね、心肺機能まで上がらないんだけど、ジャンピングスクワットは無酸素運動的な要素もあるので、下半身と心肺機能、レスラーはね、試合中やっぱ心拍数上がるんで、とてもねいい練習になってます。はい、心臓バクバクです、はい、続いてのトレーニングはブリッジ。あ、ブリッジ、はい、レスラーはやっぱりこう打撃を受けて受け身を取る、ドーンとね頭を打つこともあるんだけど、その頭を打つダメージを最小限に抑えるのが太い首、この首の強さで頭部への打撃を守る2種類、はい、前ブリッジと後ろブリッジ、はい、ブリッジ前があるんです。前ブリッジとまず両膝両手をついてもらって、はい、この手の延長線上に頭をつけます、はい、でこれで前後10回、1、2、3、で左右首に負荷をかけながらストレッチも、で右回し左回しで、これだんだんこの状態から手をついたまま膝を立てます。膝を立てて同じ運動、前後左右クッと回して、でこのね足の位置が前に来れば来るほど首への負担はかかる。で最後気をつけてこの状態から手を取ります。手を取って前後左右ぐっと右回し左回し、取れそう、オッケー、使ったことない筋肉、これはやっぱプロレスすることにおいてやっぱり重要なんです、ね、重要だね。僕は相手に技を食らった時に頭部への揺れを少なくする、だからレスラーは太い首を持ってる方が強い。そっから首で支えて手を胸前で組む、はい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 、はい、そっから10秒いこう、1、2、3、いいよ、かかと上げてよ、かかと上げて、4、5、6、7、8、9、10、OK、 素晴らしい。首の裏がずっと痛かったんですけど、感じたことない、感じたことない。あ、でもね、これ適度にやると、はい、首の血流、首の筋肉がほぐれて肩こりとかね、頭痛予防にもなると思うので、スマホばっかり見てると肩こりになっちゃう。あ、いいね、よかったです。スマホ対策にはブリッジがいいよって。ブリッジやっとけば、まあ、そうそう。最後は2人でできるトレーニング、例えばお友達同士でもいいし、恋人同士でもいいし、ね、親子でもいいしっていう、新日本プロレスにしかない、なんでかっていうとリングがないとできないトレーニングがあって、別なトレーニング、そうそうそう。まずビローンと腹筋を伸ばしてもらって足首持って、はい、はいはいはい、そっから腕の力と体全体の力を使って上に上がる。あー、きつい、待て、きつい、上がる、上がってた、そっから、そっから上に上げて、あー、そうそうそう、これで1回、これで1回、で、はい、2、そう、一気に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 、そこで、そこで上げてあげる、そこで、そこで補助して、はい、戻す。
はい、3、3、3、はい、はい、5回行こう、あと2回行こう、はい、3、はい、テンポよく、はい、はい、ラストあと1回、ラスト、そうそう、はいはい、持ってる方も助けてあげて、はい、オッケー、ホールアウト。めっちゃきつかったよ。逆やってみる、逆、俺の方が重いからな。よいしょ、ケツ上げる、もっと上まで、はい、3、3、3、はい、グーッと上げてあげる、補助上げてあげる、はい、3、はい、グーッと上まで、はい、ラスト、新記録、出るか、そう、上がれ、根性で、下、よいしょ、はい、ナイス、5回素晴らしい。今なるな、さすが先輩です。で感じたことのないこれね、何が大事かって言うと、やっぱり2人のコンビネーション、信頼関係、プレスっていうのはやっぱり相手を叩いたり投げたりするんで、やっぱこうお互いね、そういう信頼関係を道場で積み重ねていくっていうね、そういう面もあるんですね。いい面もあってね、ぜひね、これもね、皆さんのご自宅でやってほしいなと。いや、ご自宅にリングリングない筋トレもね、向き不向きがあって、こう続けられるかどうかが大事なんでね、生活のルーティンに少しずつでもね落とし込めたら、それがもう生活の一部になってくるんで、僕はもうこう面飲んで2人のこう筋肉をこう洋服じゃなくてファッションじゃなくて筋肉を見てるからこれからまだお二人若いんで、しっかりトレーニングして、しっかり栄養をとって、それぞれの分野でね大活躍してほしいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後にメンズドンの愛してます。